ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はですね、ベルベジンウェブストアの方に、お願いします。あと、今日アップされる商品は、7月の、8日ですねの夜21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらをチェックしてみてください。はい、ではまず T シャツから、この間ね紹介させていただいたあの犬シリーズ、はい、速攻全部売れてました。はい、今回こちらですね、また2枚ほど紹介します。サイズが一応ラージサイズ、はい、ゴールデンリトリバーですね。少しだけね肩にねちょこっとダメージがあるんですが、はい、まあラージサイズ、ちょっと自分がねジャストサイズぐらいです。あと後ろは無地ですね、はい、ゴールデンリトリバーこちら7800円に消費税です。はい、スプリンガースパニエル、はい、こちらもラージサイズですね、はい、これもプリント、もう同じシリーズです、はい、ラージサイズ、まあ、ちょっとこちらもね小さめのラージですね。このワンチャンシリーズ、こちらも7800円に消費です。 7% ですね。はい、続いて無地 T なんですが、はい、こちらラージサイズ、はい、ちょっとこのポケットがね小さいサイズ、こちら、ターコイズブルーですかね、綺麗なブルーです。ポケティラージで、これ多分ちょっと自分がジャストサイズですね、ぴったりになると思います。このサイズが状態非常にいいです。はい、ほぼデッドストックの状態、これ多分ね、あの乾燥機とか入れるとポケットがよじれてきます。はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてボディがおそらくこれフルーツオブザルームだと思うんですが、表記はなしです。サイズおそらくラージサイズだと思います。もうね全体的に黒が色あせてます。このポケットもねこう非常にこうよれてて、はい、ラージサイズ、自分でこれがちょうど、はい、いい感じですね。この黒のねこの色あせた感じってこう雰囲気ですね。はい、こちらも5800円に消費税ですね。続いてこちらフルーツオブザルームのミディアムサイズ、はい、これも黒ボディです。ここにちょっとね小穴があるんですが、ミディアム、自分だとねちょっとジャストちっちゃめです、はい、でもこちらも状態いいですね。黒ボディ、はい、黒のポケティは使えますね。はい、こちらも5800円に消費税ですね。 5%。 続いてこちらもね犬シリーズの一つですね。こちらサイズラージ50/50なんですが、はい、ちょっとこうねボケてますがシュナウザー、うん、これもね、はい、黒ボディで、はい、いい感じです。ちょっとこれボケてる感じがまた雰囲気いいですね。はい、黒ボディです。こちら5800円に消費税ですね。はい、はい、映画です。映画 T シャツ、こちらエクストララージのボディです。はい、ミッションインポッシブルですね。はい、後ろは無地です。ちょっと僕はエクストラージとダボっとします。こちらねあのデッドストック状態です。はい、デッドストックでミッションインポッシブル、はい、こちら9800円に消費税ですね。 9% です。はい、こちらまたねインパクト T シャツ、はい、フルーツオブザルームのラージです。はい、まああのいろんな英語とねまあ日本語だったりが入ってます。93年、はい、ゴッドソーラバーザーワールド、はい、ラージなんで僕サイズですね。これも雰囲気いいです。はい、非常に。こちら7800円に消費税ですね。 7%。 はい、続いてこちらゴーストバスターズですね。はい、白ボディのラージ、はい、まあ、もうこれも定番です。ラージなんでね自分がちょうどいいサイズですね。はい、最近このも映画系の T シャツもね人気出てます。はい、まあインパクトあって、こちらも7800円に消費です。 7%。
はい、続いてチャンピオンいきます。はい、バータグのスモール非常に状態いいです。多分ねワンウォッシュ程度です。はい、まあちょっとスモールはさすがにねちっちゃいんですが、自体でサイドもねラバーのライン入ってます。後ろ大きく74、はい、こちらもラバーですね。まあね、女性が着ても可愛いと思います。非常に、はい、こちら6800円に消費ですね。状態抜群です。はい、今度は雰囲気系です。チャンピオンバータグのエクストララージ、はい、全体的にもうね赤がこの色合わせてます。ワーバッシュ、これラバーですね。白ラバー、はい、後ろは無地ですけど、この全体的にもねこの色合わせ感非常にいいですね。ちょっと小穴もありますが、エクストラージ自分がねちょっとゆったりします。でもこのぐらいね色合わせてるんでちょっとダボっと着てあげると可愛いですね。はい、後ろもこちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いてチャンピオントリコのミディアム、はい、まあ、チャンピオンバッグ入ってますが黒ボディです。はい、黒ボディミディアムはねちょっと自分ちっちゃいんですが、はい、もう黒いいですね。もう雰囲気が違います。はい、黒ボディこちら5800円に消費税です。 5% です。はい、続いてこちらバータグのミディアム、はい、100% コットン、エンジボディラバーでねこう縦に、はい、字が入ってます。まあ、なんか S のところがちょっとね、字が消えてますが、はい、これね、ひび割れプリントだと思います。はい、ミディアム自分は小さいですが、エンジこれ非常にね手のいいです。はい、後ろも無地で、はい、こちらも5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いてこちらデッドストックヘインズの 100% コットンミディアムですね。はい、LA って書いてるのとねちょっとこうデザインが似てると思います。はい、ちょっとこう変わったデザインですね。ビバリーヒルズなんですけど思いっきり、はい、M ボディなんでね僕はちょっとちっちゃめです。はい、これも結構ね女の子とかいいと思います。洗ってね乾燥機デッドストックなんで、ね、少しこういうちょっと茶色いシミとかがありますが、はい、まあ洗えば綺麗になりますね。はい、こちら5800円に消費税です。 5% です。はい、続いて半袖スウェットのヴィンテージです。はい、こちらねタグ取れてしまってるんですが、おそらくサイズねミディアムぐらいです。黒ボディに、はい、ひび割れラバーですね。はい、黒ボディの半袖スウェットやっぱね数少ないです。ちょっと自分は小さいんですが、はい、黒ボディでいいですね。こちら6800円に消費です。 6% です。はい、続いてアーテックスのミディアムサイズ、はい、こちらフロッキープリントですね。はい、後ろにも、フェルトで名前です。こちら、はい、サイズねミディアムなんでね自分は先ほどちょっとちっちゃいですが、この赤もね雰囲気いいと思います。プリントもいいですね非常に。はい、こちらも6800円に消費です。 6% です。はい、続いてこちらも半袖スウェットツートンですね。はい、こちらタウンクラフトのラージペニス入ってます。でこちらねデッドストックです。この霜降りのブラウン、あとリブはね全ブラウンなんですが、タングラフトの半袖の、はい、デッドストックです。こちら7800円に消費です。 7% ですね。はい、これいいと思います。デッドストック、はい、続いてチャンピオン、はい、コンタクのエクストララージ、はい、前V のタイプですね。シンプルに無地です。ネイビーの無地のエクストラージ、ちょっとねリバースイーブとまた雰囲気違いますね。で無地なんでねこうダボッと、はい、着てもかっこいいかなと。はい、袖にチャンピオンマークついてます。はい、
こちら6800円に消費税ですね、はい、続いてこちらね、黒ボディです。これも YV なんですが、今回こちらはラッセルサーザンですね。サイズラージ、はい、これもね黒ボディ、ちょっと色あせてて雰囲気いいです。ちょっとこれもねダボっと、はい、前部位で着れると思います。そんなにねこうヴィンテージのあれではないので、ガンガン着てもらってもいいかなと、はい、この無地で下にねラッセルの刺繍も入ってます。はい、こちらも6800円に消費税ですね、はい、黒いですね。はい、続いて先ほどの、ワンチャンシリーズ、はい、こちら今回ねスウェットです。スウェットにもシリーズあります。ヘインズボディのダブルエクストラージ、はい、チワワですね。多分すごい人気だと思います。はい、こちらかなりダボっとします。なんかね女性がねダボっと着ても可愛いかなと思います。この犬シリーズ、チワワ、チワワ飼ってる人多いそうですね。こちらスウェットは9800円に消費税です。キュッパーです。はい、続いてこちらがサイズラージですね。グレーボディ、はい、ボストンテリア、はい、これも可愛らしいですね、うん、ラージサイズスウェットです。自分がねちょうどいいサイズです。はい、これも女性なんかいいんじゃないでしょうか。はい、こちらも9800円にしてるんです。キュッパーですね。続いてラルフローレンラガーシャツです。はい、こちらサイズねラージです。ラガーシャツなんですが、こちらポロスポーツ、はい、ワッペンついてます。はい、まあ、大人気ですよね、こちら。はい、ラージなんで自分が多分ちょっとゆったりします。はい、状態はね、まあ、綺麗で、まあこういった青赤緑という、まあ、綺麗な配色ですね。はい、このポロスポーツ、こちらで6800円に消費です。 6% です。うん、安い気がする。続いて、はい、こちらポロスポーツ、はい、サイズ S ですね。黄色ボディでチームポロ、はい、袖にもラルフローレン67と入ってます。はい、 S サイズですが、はい、自分がこう多分ジャストサイズぐらいですね。はい、黄色ボディ、はい、これも可愛いですね、ポロスポーツ。はい、こちらも6800円に消費です。 6% です。続いて、はい、もう定番ですね、こちら迷彩の、ベトナムファティーグです。ファティーグジャケット、ミディアムレギュラーのリップストップタイプです。はい、こちら内側ので70年ですね。はい、はい、状態いいです。ミディアムレギュラーなんで自分がねちょうどよく着れるサイズ感です。はい、この色の感じもね雰囲気いいですね。ただ、ね、グリーンリーフと少し違う色目で、これもかっこいいと思います。こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いてブラック357、はい、ラージショートです。ラージショート、このショートがやっぱいいですね。はい、もうこのブラック357も定番ですが、ラージ自分がねちょっとゆったりします。はい、もうデッドストックです。こちら15800円に消費です。15%。はい、続いてベーカーパンツ、はい、こちらもう状態がいいです。非常に大体ねワンウォッシュツーウォッシュぐらいの程度、はい、トラウザーのサイズがスモールサイズです。はい、アジャスターのついたタイプ、少し古い方ですね、古いタイプ。はい、実寸がですねスモールで、28-31、日発31、これも女性おすすめです僕は。はい、ぜひ女性の人にね買っていただきたい。なかなかこの程度ないと思います。はい、こちら7800円に消費です。 7% です。はい、続いてもベーカーです。はい、こちらは、メンズサイズ、トラウザーのサイズ表記が3433、はい、下がねちょっと詰まってると思います。はい、実寸がですね、はい、33-31、ちょっとシワ寄ってますが状態はね非常にいいです。はい、自分がちょっとゆったりするサイズ感ですね。
まあ、ベーカーパンツ、これも定番です。はい、もう綺麗です。状態はいいですね。はい、こちらも7800円に勝利です。7パンツ。はい、続いてこちらもベーカーのカモ。はい、ちょっと前にもね同じパターン紹介させていただきましたが、こちらこのブランドですね。はい、でベーカーのコットンなんですが、この迷彩柄、ちょっとね裾のところをね折ってた跡がついちゃってますが、はい、これ下オリジナルです。チェーンステッチ。はい、こちらが、実寸で3332。はい、僕がねウエストが多分ちょうどいいと思います。と若干レングス長いんですが、はい、もしあれだったらねレングスこれはカットしてもいいと思います。はい、かっこいいですねこの迷彩ベーカーも。はい、この独特な色合い非常にかっこいいと思います。うん、はい、こちらも7800円に勝利です。7パーですね。はい、続いて、メイド USA の501です。はい、こちらパッチ表記で3436。はい、実寸がですね、3333。レングスはねもしかしたらちょっとね当時カットされてるかもしれません。はい、でもね下濃いので、ちょっとレングス長めなのでこれね折ってる跡もあるんですが、ちょっと、チェーンステッチで上げても構わないと思います。ただこれ移動値がやばいです。はい、いわゆる501USA 製のねレギュラーと言われる年代ですけど、これヒゲがねバッチリ出てます。はい、ウエスト34なのでね、ハマる人多いと思います。下のねダメージに関してはちょっと折れた線なので、はい、この位置でねもしやったらねチェーンステッチで上げてもいいと思います。レングスもね33あるので、はい、なかなかこのレギュラーでこれだけの色落ちはね出ないと思います。はい、 USA 製の501、こちらで12800円に勝利です。1ニッパですね。はい、ヒゲです。続いて505ですね。はい、505の USA 製3130表記。はい、ちょっと下の方にねダメージが一箇所あるんですが、まあ夏にねこれから履きやすい色だと思います。はい、当たりもね綺麗に出てます。はい、これねこのサイズ感だったらねちょっと女性がねワンサイズぐらい上げて履いても可愛いかと思います。はい、505の USA 製。はい、実寸がね3130、こちらで6800円に勝利です。6%です。続いてこちらも505、はい、メイドインUSAですね。サイズが3433表記です。オレンジタブの、はい、これインディコ使ってますね。縦落ち綺麗に入りそうです。はい、状態もいいですね。実寸が、ね、こちら3333、ちょっと長め、若干長めですが状態いいです。はい、505、はい、このぐらいの状態で入ったらねこれもまだ綺麗に色落ちると思います。はい、こちら USA 製で7800円に勝利です。 7% ですね。はい、続いてそろそろブーツカットが来るんじゃないかと言われてますね。こちら517 USA 製です。はい、3332のパッチです。517ブーツカットですね。オレンジタブ、結構ねこれちょっと蜂の巣が出始めてたりとか、はい、前からもちょっとひげが出てて色落ち綺麗です。若干長めですが、はい、このサイズ感で合う人はねいいかなと。まあ夏ブーツカットでね合わせてもいいと思います。はい、517 USA 製で3332、こちら7800円に勝利です。 7% ですね。はい、続いてヴィンテージです。はい、こちら501の66シングル、はい、パッチが663034表記。はい、ちょっとねレングスも、少しねこれ若干上げられてます。はい、で、赤タブがですね R オンリー、はい、これね非常に珍しいです。66シングルですね。はい、トップボタンが6、はい、こちらの、はい、
77年ですね、僕の生まれ年です。77年7月。はい、さあこの77年の方多いんじゃないでしょうかね。ウエスト30表記が入る方なら非常にいいと思います。はい、ロックシングル状態いいです。特にねダメージもないです。またもで当たりもね綺麗に出てます今。はい、反対側も当たり綺麗に出てます。状態いいですね。実寸が、はい、2931。はい、まあ、自分ちょっとちっちゃいんですが、まあ、このサイズ感でね入る方だったら、はい、持ってこいだと思います。こちら66シングルで39,800円に所持です。サンキュッパですね。続いてこちらも66前期、はい、501の66前期です。はい、パッチが取れてしまってます。こちらもね R オンリーですね。66シングル、はい、トップボタンが6です。そして内側の、はい、こちらがですね75年10月。真ん中が5で端が10です。はい、この色見ていただければまだ濃いですね。ただこちらもですね、裾シングルで上げられちゃってます。はい、実寸がウエストが31のレングス28です。3128でも結構ねいらっしゃると思います、このサイズの方。はい、まだ色濃いので自分色にね育てられます。蜂の巣もねなんか出始めたばかりの感じで、はい、非常にいいと思います。66前期濃いですね。3128でこちら59,800円に所有です。5キュッパ下ね、このチェーンで上げ直せば全然問題ないと思います。続いてこちら、はい、501ビッグイ、これまた色がいいんですね。独特な落ち方で、はい、こちらね、パッチは取れてます。はい、いわゆるビッグイですね。赤田ビッグイ。そしてウエストがシングルステッチで下がチェーンステッチ、前が V 止めです。はい、こちらなのでね、ビッグイでも、初期の頃、はい、ただねアーケードはねもうオレンジ色になってるので、はい、こちらまあいわゆる一番初期はこの黄色がイエローステッチですね、まあ、そのすぐ後ぐらい。ただウエストはシングルステッチで V 止めビッグイです。こちら実寸がね36のレングスが30、サブ630です。はい、おそらくパッチ受けはね38の32とかじゃないでしょうか。ただね裾口とか内股とかイエローステッチ使ってて、はい、非常にもう雰囲気は抜群にいいです。あと状態がね、状態色落ちが非常にいいです。まあ、ちょっとこのサイズのね方ね、36あたりがちょうどの方はおすすめですね。501ビッグイ、はい、こちら128,000円に消費です。はい、1ニッパです。続いて、はい、ヴィンテージのデニムシャツなんですが、デニムウエスタン、こちらにタグがねもうでちょっとボロっときてますが、多分バーシーというブランドです。チェーンステ、こういうロープみたいなのでバーシーっていう風に書いてるタグですね。はい、上までスナップボタンなんで50年代です。 50s のこれ白のスナップボタンですね。はい、サイズがおそらく15ぐらいですね。自分が着てジャストサイズ。はい、まだ色もね濃いです。ここが少しねブリーチと、はい、背中に少しだけね黒いシミがあるんですが、まあ味ですね。あと袖口か。はい、まあでもねデニムの色としてはかなり濃いです。まだまだデニムね、デニムシャツのウエスタンもなかなかいいの出てこなくなったので、このサイズ感だったらね、いいと思います。こちら、50s ですね。29,800円に所持です。2キュッパですね。はい、続いてフェイクアルファーズの商品です。はい、ボーリングシャツ、今年ね僕も結構ボリューサイズ紹介させていただいてるんですが結構売れてます。はい、ただ今回ね一応ね、ボーイズサイズとかねレディースのサイズです。ただ後ろのチェーンステッチがね、はい、かなりやばいのばっかりです。はい、こちらコットンのボーリングサイズですね。はい、ボーイズサイズなのでちょっと小さめです。小柄な男性とか、あとまあ女性がねもちろん着てもらってもいいと思いますが、こちら
29,800円に所持です。29%です。そしてこちらコンベースの、はい、こちら70年ですね、沖縄、はい、これもねミリタリー系ですかね、はい、これまあ変なしメンズだったらね5万アップになると思います。はい、こちらレディースのサイズで39,800円に所持です。39%、はい、そしてこちら2つともこの白ボディですね、はい、こちらもレディースのサイズです。後ろが、はい、こういった形でチェーンステッチ、こちらも、はい、こちらマリーとか書いてますけど、はい、こちらも39,800円とこちらが35,800円です。はい、35%39%ですね。はい、はい、今日の、商品ご紹介は以上になります。お店の方で買い取りと、委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いします。あと、ベルベージュの方スタッフ募集していますので、履歴書をお持ちいただくかお店の方にお問い合わせください。よろしくお願いします。